こんにちは、血芸中継だ。前回私はゴースにやられてしまった。まああそこにボスがいることは分かったので、まあその前にね、ちょっといろいろやってみたいことがあるので、それをちょっとやっていきましょう。私、地下牢の鍵と地下のなんか最深部の鍵みたいな手に入れたじゃん。で、確かね、こっちにね、あったよね。実況してたよね。だからそこにちょっと行こうかな思うねんけど。あ、これはここ開くんじゃない？扉を、あ、開く、あるよ、あるある。ちょっと待って、こっちにいたよね、敵。え、なんで鈴鳴ってんの？やべ、変わってる。あー、マジか。こんなところでもお前いるのかよ。まずいぞ、まずい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 。どこまでついてくる。くそ、そういうことか。世界が変わったのか。あのステージに入ることで消えた。いや、また現れてくるということだな。なるほど、もういいや。月が伝承。おーらい、月が伝承。おいおい、弱っちいな虫けらが。消せろ。聖釈者に強くしてもらったのかは知らないけど。え、なにこれ。自分の実力ではないだろ。神々やんか。自分の実力じゃないだろ。聖釈者、もう何も言わねえ。くそ、なんだよ。なんかあったよな今。何、なんかめっちゃかっこよさそうな帽子。ブラードの。すげえ。わ、メリークリスマース。メリクリ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 。あ、地下牢の鍵により開いた、開いたぞ。開いてしまったようだな。何をしている。おい、もうやめろ。やめるんだ。うわ、イケメン、いい感じのおっさんやな。うわ、ずっとお前こんなどんどんしてたのか。いや、いい感じのおっさんやん。話しかけられへんの。もしもし。え、どうすればいいの。話しかけるアイコンはない。え、殺すのかな。敵なのか君は。敵のようだな。せめて俺の剣で散ってくれ。君もこの世界にやられた被害者だろ。せめて我が月光の再婚の名のもとに沈め。すまない。おお、すげえ、なんかいっぱい手に入れた。申し訳ない。くそ、本当は切りたくなかった。ああ、切りたくなかったさ。あいつはまだ人の形をした人間だぞ。確かに精神はやられていた。ああ、精神はすでに獣だったかもしれない。だがしかし、それでも私は悲しみを背負ってでも歩みを止めてはならない。ああ、止めてはならないのだ。行くぞ。こっちも確か開くんじゃないか。ちょっと待て、こっちにも確か狩人がいたよな。人間が、あいつも私が葬らないといけないのかい。ん、鈴の音がこっから聞こえる。どういうことだ。ん、これはこれは、これはこれは、お主が初めての賓客だ。なんだ。それで私を殺すのか。分かっていたのか。自らの愚かな行い、その報いをねじ曲げるために私を殺すのか。何、違う、そんなつもりはない。そんなつもりで私は刀を振るっているつもりはない。なぜ笑う。そんなにおかしいか。私が狩人として歩みを始めていること。あ、おそろやん、おそろおそろ。ねえ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 、おそろやで、ほら見て見て、おそろよ、おそろおそろ。メリクリーメリクリメリクリ。あ、金なんか持っちゃっていいな。さらば、変わらぬ。それが人の差がということかね。いや、変わるさ。変えてみせる私が。天国で、天国でも地獄でもどこでもいい。私を見ていてくれ。
私のこの剣がこの闇の世界を照らしてみせる。なんか手に入れたぞ。これは武器のようだな。また使えないではないか。どいつもこいつも使えない武器ばかりで歯がゆいぜ。この先行ったらゴースのボスがいるでしょ。だからちょっと行ってないところクリアしていこう。こっちに行こう。ほんでこれね、ちょっと先進んだらね、ほら、早わ早わみたいな声聞こえるでしょ。これね、発狂を誘発させるやつでね、発狂したら大体ね HP70% ぐらい持っていかれるから、この発狂がたまる前にこの野郎がどんどんゴリ押しで、やばい、捕まる。さあ捕まった。くそ、逃げ切れなかった。ああやめてくれ、早く離せ、発狂してしまう。いやー、ゴリ押しでいけるか。くー、危ない。あーダメだ、死んでしまった。めちゃんこ強いやろこいつ。これ雑魚的なんだよこれ。いやー、発狂耐性つけてるんだけどね、それでもこんな死んでしまうから、ちょっと冷静にいこう。落ち着きを取り戻すんだ。ちょっと心に乱れが出ている。心の乱れは毛の乱れだから私は止まった。またやってしまった。くそ、行こう、めの罠め。落ち着け。オンヤンペイヤソワカ、毘沙門天よ、神の加護を与えたまえ。心の乱れは毛の乱れ、毛の乱れは毛髪の乱れ、つまりハゲ。そう、俺はハゲ、ハゲてない。ハゲかけだバカ野郎。ハゲるならもっと先だ。10年後、いや15年後。ああ15年後だ。落ち着け、落ち着くんだ。こんなトナカイの蒸し暑い、むさ苦しい帽子なんかかぶっているから、毛が群れに群れてさ。ちょっと待てよ、同じ過ちを繰り返すな。もうあいつらには手加減なんかしねえ。私のこの月光の聖剣、そして鎮痛剤があれば、鎮痛剤じゃない、鎮静剤があればエクバックから楽になるだろう。さあ私と勝負するかね。オーライ結構食らっているな。残念だな、残念だよ、君のその鎮痛剤オンライン。発狂ゲージをリセットさせることができるのだ。エネミーワンダー、奥にもう一人。一回発狂ゲージ、やばい、発狂ゲージが溜まってしまう。一回飲んで、一回飲んで、やろうせよ。オーライ、やべえ、嘘、危ねえ、びっくりした。そんなダッシュ能力があるのかよ、危ねえ。あ、なんで発狂する。ガー、あー、嘘、嘘、発狂してたの、嘘だろ。発狂ゲージ溜まってないとダメージ食らうのか。盲点だった、全く見ていなかった、畜生。あー、髪の毛をいじるな、またハゲてしまう。落ち着け。待て、あそこシュラすぎないか。あの発狂ゲージ2人クリアした後にあのボスっていうか中ボスが待っているんだろ、上に張り付いている。相当いいアイテムが落ちてるんだろうな。相当いいアイテムがよ、用意されてなかったらマジ激おこだよ、ほんまに。あい、引っかかりません、残念でした。引っかかりません、落ちると思った。期待してしとってたとか、いたってたってた。左にエネミーが2匹いる。さあ私の月光の聖剣の名のもとに沈め、一発、そして二発、やはりとんでもないスピードで、あーダメージ食らってやがる。そう、気がつかなかった。よし、一命排除。一回飲んで、鎮痛剤も飲んで。さあ奥にもう一人いるだろう。さあ私と蹴りをつけようじゃないか。月眼転生、さああと一発だぞ。月眼、やばい、反響する、間に合えっか。あぶねえ、ちょっと危なくない、食らってるじゃないか。あぶねえ、でも知らなかった、よかったよかった。何ボタンで飲むんだっけ。薬、何ボタン、三角だっけ。あー危ない危ない危ない、ど忘れしてしまった。オッケーオッケーオッケー、ここ、とりあえずクリアした。あたり一帯をクリア。この奥に多分井戸と繋がっている、井戸と繋がっているはずだ。ここから先が本番だぞ、もう死ねない。右はなんだ、怪しいな。一度右をクリアしておくか。こっちにはね、血の岩という激レアアイテムがあったので、まあそれだけだった。ということでこっちだな、この先にいるんだろ、敵が。なんか見えてきやがったぜ。
やはりここは井戸につながっている。謎が解けた。さてどうする。どうやって奴と戦う。月光の聖剣オンライン、私も英雄になるんだ。強化の濡れ結晶、なんかいい相手。え、待て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 、え、2匹2匹いるよな。ふざけるなよ。どうする。どうやって倒す。届くかこれ。上方向に当たってないの。今当たってっしょ。え、当たっ、そう、ギリギリ届かないしよう。うわぁ、考え抜かれてやがる。くっそ、せや、あ、やばい、これ以上前に行ったらか。どうする。待て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 、処刑人の手袋があるだろう。これで届くはず。うわぁ、ギリギリ届かねえ。マジかよ、冗談じゃねえ。どうやって戦えと。くそー、2匹相手はあまりにも辛すぎる。ママよ、どうにでもなれ。来るなら来い。後ろの方から来るやん。後ろの方から近づいてくるやん。ちょっと待って、あの真下に降りなければ大丈夫か。オッケー、ああよし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 、これで地道に戦うしかない。いやー、地道に戦い、ちょっと待って、いや待て待て待て、気をつけろよ、本当に気をつけろ。ここだここだ、ここのエリアだけで戦え。大丈夫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 だ。よし、もう芋戦法だ、芋戦法。チュン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 しよう、チュンチュンしてやる、この野郎。いやー危ない、うわー、まずい、これ食らう。いやー、まあ、一回引け、一回引け、だったらもうあかんって、そんな連続攻撃だけはあかんの。連続攻撃だけ、ああ走りながら来んなボケ。チュン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 してやる、チュンチュンしてやる。どこに行こうというのかね、私はここだぞ。さあ来い、私のこのチュンチュン攻撃。残念だったな。よし、溜め攻撃などしないさ。いやー、これ遅いもんな、撃ってくんの。これチュンチュン攻撃だ、バカ野郎。よっしゃ、ざまが、チュンチュン攻撃してやる。だ、はあ、まずい、これラスト。うわ、後ろいる。ああ、撃ってきやがった、なんてことだ。あと一撃、あと一撃、いや二撃ぐらいだったのに。ちょっと待ってくれ。うわ、あ、こいつは、よしよし、こいつ弱い方、弱い方、早く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 死ね。よーし、よしよし、エネミーワンダウン、あと1匹だ。どこに行った、あいつは。さあ蹴りをつけようぜ、俺とお前の悲しいレクイエムを終わらせようじゃないか。うん、こいつは武器なし。ああ、よかった、あ、武器なしだけど、あれに食らったらマジ一撃だから気をつけないと。よし、これはため攻撃でいこう、地道に。やばい、食らう。あ、よかったよかった、ダッシュだけだ。マジあいつ一回でも捕まったら飲み込まれて死ぬ。やばい、あ、危ない、危ない、あかんかんかん、油断するな。いや、やめて、あ、スタミナが、うわ、ここ、オッケー、未だ強攻撃せよ。よし、あと一撃だ、ここでいける、終わりだ、沈め。よっしゃ、おら、よしよしよし。すまない、録画エラーが出てしまって、大事なところで抜けていやがった。クソ、もったいないことを。だがしかし見てくれ、あいつが落としたのだ。落ち葉、いや楽よ、この武器。何かこの武器の形に見覚えがないだろうか。見てくれ、時計塔の女カリウド、マリアの、マリアの武器ではないか。なぜあいつが、なぜあいつがマリアの武器を持っている。マリアは確かにあそこで時計塔でこの武器を使っていたはずだが、でもこの説明文を読むと、彼女はある時愛する落葉を捨てた。暗い井戸にただ心弱きがゆえに、
なるほどなるほど。だからつまりマリアも言うなれば被害者、この世界に毒された。クソ、よくもマリアを許さねえ。だがしかし、どうであれマリアは確かにこの落葉をあの井戸に捨て、そして長い時を超えてこの私血芸中級鋭が拾ったのだ。装備しないわけにはいかないだろう。装備しないわけには。ということで今からこいつが装備できるまでレベル上げ行ってきます。さて、経験値を66万貯めてきたので早速上げていこうと思います。もうこれね、なんとなくね、っていうかもう一瞬でね66万貯めてるように見えるかもしれんけどね、後ろでは本当にもう本当にあれなんだよ。もうブラッドボーンに関してはね、いや私はブラッドボーンさえなければこんなに実況ね苦労することなかったはずだ。ああ、なかったはずだ。これで技術を20上げる。オッケー。無駄に上げてしまったぜ。神秘80代言っていたのにな。いや、無駄ではないのだ。無駄ではない。なんせ私が長年恋焦がれてきたマリアの形見を装備することができるのだからな。これか、落ち葉、落葉、どう読むかわからない。さあ見せてくれ。お、スタイリッシュやな。ええー、やん。体があまり出来上がらない女性にとっては非常に使いやすい品物なんではないだろうか。なるほど、刃渡りが逆についている。素晴らしいな。さて、どんな風な攻撃を見せてくれる。なるほど、これが弱の連続攻撃か。じゃあ強攻撃を見せてくれマリア。私と共に振ろうじゃないか、この落葉を。あ、素晴らしいな。ガトツゼロ式か。ガトツゼロ式は君に教えてもらったね。さあ、これの二段階変形はどうなっている。ん、なるほど、二刀流か。木立二刀流というわけだな。マリアのやつ、ガトツ、そして木立二刀流、そして非エンジン。まさかルローニの三種類を賄っているとはな。さすがマリアだ。素晴らしい二刀流剣術だよ。さて、二刀流の必殺技を見せてくれ。おお、すげえ、回転切りか。これは流水の動き。私が分身してみやる。そして流水の動きからの回転剣ブロック連戦よ。素晴らしいよマリア。でもなんかすごい地味。